あの、すみません。私、1年の鶴って言います。さっきお話しされてたのが聞こえて。その、倉持さんのこと何かご存知なんですか？倉持が目をかけてた1年ってお前か？え？はい。なんださっきのフライト。あれじゃ倉持が腐るのも無理ないな。倉持はドイツに行かせた。目沼じゃやることもなくなったしな。え？倉持さん、みんなで全国大会で優勝しようって言ってたんですよ。倉持に頼らなきゃ勝てないようじゃ、どの道優勝なんて無理だろ。言っとくけどな、今回俺がここに来たのは視察のためだ。視察？俺は自分の夢を託せる人材に投資をしてきた。倉持が抜けてふぬけになった青薙に援助をするつもりはない。でもさっき倉持さんに頼まれたって。お前さ、倉持の何なの？え？倉持に惚れてるのか？だったらもっと素直になれば。違います。まるで嫌がらせじゃないですか。なんで倉持さんの気持ちを裏切るようなことするんですか？別に裏切ってないだろ。あ、釣れたま、何やってんだ？だって、朝比奈さん、すいません。気にするな。俺と倉持の関係はシンプルだ。倉持は俺に借りがある。青薙にディスカスを購入してやる代わりに、倉持は俺のものになった。この瞬間、私は空に恋をした。ブルーサーマル。ブルーサーマル、捕まえたら幸せになれる風かな。私、空のこともっと知りたいです。思い切り飛んでこい。青薙ディスカス、準備よし。夢のような世界が今。どうしてこの子が青薙の航空部にいるわけ？私、何やってるんだろう。セルタマ、コースを戻せ。え？あいつにもしものことがあったら、俺、ツルタマみたいな奴が現れるのを俺はずっと待ってたんだ。いつか捕まえてみせる。幸せになれる風。倉持さん、見えますか？ブルーサーマル、一緒に空を飛んでみませんか？